これ舐めてたわっつって、めちゃくちゃうまいっつって最近、うん、購入された中で高かったものとか、うん、でも不動産とかあと、まあ、この身につけられてる総額とかって言ったらこんにちは、メンテの小島です。今回の動画なんですけど、まあ、いつも僕がこう関西のイケてる方々がよく行ってるイケてるお店を紹介させていただいてるんですけど、まあ、たまにはちょっと趣向を変えて僕じゃ紹介できないところを、紹介していきたいなと思ってます。まあ、このメンテっていろんな方が訪れてるんですけど、結構その中でも経営者の方とかもよく来られてて、この後ちょうど来られるっていうことなので、ちょっとインタビューできればなと思ってます。やっぱりこう僕もそうなんですけど、こういろんな意味で余裕を持ってる方がこうどんなお店に行くのかみたいなところって結構気になるかなと思うんで、まあ、ちょっとアポなしで怖いんですけど、ちょっと突撃してきます。どうさん、お疲れ様です。おお、どうさん、この後サウナですよ。はい、うん、そうそう、めちゃ久しぶりやん。あ、久しぶりです。え、ちょっと何ちょっとだけインタビューさせてもらうことって、はいはい、あ、全然いいですよ。あ、いいですか。狙ってたん、こくんの。あ、いや、それだけはちょっとあれですけど、ちょっと、じゃあ、あちらでいいですか。はいはい、全然。あ、ちょっとじゃあ、お願いします。はい、こちらでちょっと。え、何これ、こちらの方で。 YouTube？あ、ちょっといきなり、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、今回なんですけど、はい、一応僕が、まあ、このメンテのチャンネルで、うんうん、普段、まあ、イケてる人がよく行く、まあ、イケてるお店をご紹介させてもらって、イケてる人になってんの？いや、めっちゃ見てなってます。もう見た感じ、見たことあると思うんですけど。っていうのをちょっとご紹介させていただいてるんですけど、はいはい、とまあまあこう、郷さんのことを初めて見るっていう視聴者の方もいらっしゃるかなと思うので、簡単にこう郷さんがどういう方なのかっていうこの自己紹介をちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。なるほど。まず、まあ、分かってると思いますけど、はい、まあ僕は、大阪で、美容室を、経営してまして、はい、でベロっていう美容室、はい、でまあ、うちは、割と、まあ、僕もうちも YouTube やってるんですけど、 YouTube で、はい、まあ、メンズビューティーの市場を今僕ら進めていってる感じの美容室になってるんで、はい、なのでメンズサロンの方を主に、大きく拡大していって、まあ、ユニセックスサロンもあるんですけど、はい、まあ、そういう感じで美容室を展開していってるっていう感じになってます。で、まあ、今大阪でやってるんですけど、はいはい、まあ、今後は全国にうちも展開しようとしてて、うん、で、まあ、うちは YouTube で集客と求人と教育が全部一括化して、はい、まあ、美容師が学ぶチャンネルをやってるんですけど、はい、まあ、それで美容師さんが学んで、そしてその学んだスタイルをやりたいお客様が来られるんで、全国どこで出しても、うん、まあ、集客と求人が両方いける形になったんで、まあ、それから、今年の5月に名古屋1号店出して、うん、でそこからどんどん、各地に出していくっていうような流れを、まあ、今後取っていきたいっていう形で、予定してます。ちなみに郷さんがこう、うん、まあ、今って美容師っていうよりかは、うん、まあ、こう経営者っていうところが強いかなと思うんですけど、はいはい、経営者になられたのっていつ頃から？経営者になったのは、7年前ですかね。独立したのが実際7年前で、はいはい、まあ、会社は、会社にしてから5期目になります。こう経営者になる前となった後、うんうん、はいはい、でこうなんかやっぱりご飯食べに行くお店とかも結構変わったりとかってします。まあまあ変わりますね。逆に行き続けてるお店とかもあるんですか？全然あります。お、全然あります。ちょっとじゃあ、まあ、その昔から行ってるみたいなところで、うんうん、ここはちょっとおすすめみたいなお店とかってあったりしますか？昔から行ってるお店だと、はい、まあ、福島だったら、はい、まあ、僕福島長いんで、はいはい、福島でもともとココロストーリーっていう、まあ、鉄板バルみたいなところがあって、あ、なんか最近焼き鳥でに業態変更して、あ、はい、それがめっちゃうまいっす。めっちゃうまい。で、僕結構今コースの一本一本串で出してくれる、はい、こう一品もんとかいろいろ混ぜながら焼き鳥コースで出してくれるの流行ってるの知ってます？あ、でもたまにありますよね。そうそうそう。で、そういうところがあって、まあ、すごい、はい、
例えば、まあ、有名店で言ったら谷口とか笠原っていうところ、はい、まあ、大体そこだと1人、まあ、多分2万円以上するぐらいの感じのところなんですけど、はい、そこはすごくリーズナブルで、うん、で、まあ、昔から知ってて、うん、その子にも僕は焼き鳥めっちゃ好きってしてたから、はい、初めて業態変更したんですよ、来てくださいって言った時に、うん、ケージっていう店長なんですよ、はい、ちょケージ俺舐めてたわっつって、うん、めちゃくちゃうまいっつってこれでこの値段やろめっちゃうまいって言ったんですよ、うん、まあそこはもうめちゃくちゃ行きますね。下手しい週に行きますね。お、はい、これじゃあ逆にこう、うん、今までは行かなかったけど、うん、まあ、こう経営者になってからこう、はいはいはい、行き出したみたいな。まあでも行き出したのはやっぱりお寿司が、やっぱ高級寿司がよく行くようになったかなっていうのはあります、ね、まあ、その中でも、はい、僕はこう寿司にこう、あ、寿司ってこんなんなんやって思えたお店が、はい、あの結構有名なお店なんで、まあ、知ってる人多いかもしれないですけど、はい、あの三宮のジョースケっていうお寿司屋さんで、はい、そこがすごく美味しかったですね。でなんかそこはあのその大将がすごく、はい、もう職人なんですよ、はいはい、職人すぎて愛想ゼロなんですけど、あもうよく思いがける頑固、もうマジのゼロで、だから年は僕と近いぐらいらしいんですけど、はい、なんかそれの一緒に行く人とかでなんかなんやねんってなる人もいると思うんですよ、はい、でも僕はなんかその何ですかね、例えばトイレ行くタイミングとかもこう寿司こうカウンターでこうやっていくじゃないですか、はい、その寿司出すタイミングとかにトイレとか行ったらもう下げられますよ寿司そう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 、だ寿司この出した瞬間に取らな、はいはい、そのタイミング悪いトイレの行き方とかしたら若干機嫌悪くなるみたいなっていう感じのそこまで徹底してて、はい、でまあ僕はなんかその僕はもう寿司に命かけてるんで、別にあの本気でうま美味しい寿司食べたい人以外別に来ていらないですみたいなそんな感じのスタンスなんで、だからもうそのジョースケに行ったら、はい、僕はもうここのこうもうこう待ってますよね、もう大将がこう来た瞬間にこれまあお店とかもこう変わってきたりとか、はいはい、こう付き合っていく人とかも変わってきたりすると思うんですけど、はいはい、まあ、もちろんこう身につけるものだったりとか、なんか買うものとか、うんうん、も変わってくるかなと思うんですけど、うん、なんか最近購入された中で一番高かったものとかって、うん、ほう、最近やったら落ち物、あ、もう何でもいいです、不動産とか不動産とか言い出したらそれあるじゃないですか、不動、まあ、とか抜きにして、物 でやったら車やった、車は最近買ったかな、あのG、はい、ベンツの G クラスの、あのそうそうそう、まあ、その特別使用者が、はい、あの納車させてもらえるということになって、あ、まあ、ちょっとあれあんま買えないですね、めっちゃ買えないです、そうですね、中古の方が高いんで値段そうですね、変な感じになってるやつですよね、そう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 、やっぱいいですか、いいです、めちゃくちゃいいです、うん、昔の G は中がちょあんまりだったんですけど、あ、今の G はもう中もすげえラグジュアリーで、うん、まあ、すごいいいです、まあ、男の憧れですよね。そうですかね、まあ、僕も一回は乗っときたいなと思ってた車やったんで、うん、はい、じゃあちょっとあれなんですけど、うんうん、今日、まあ、この身につけられてる、うん、まあ、服だったり、うん、こう時計だったりとかの総額とかって、うん、いやちょっとあれなんですけど、やらしい感じになってない、やらしい感じに見えてないから、全然大丈夫です、全然大丈夫です、もうあれやったらこうピーでもいい、僕だけとかでも大丈夫、全身の総額とか考えたことないか、でも多分時計が一番重きを占めると思うんですけど、はい、どんぐらいかな、まあ、大体で言ったら、はい、あ、なるほど、はい、そうですね、多分小さめの島買えますね、これ、あ、いやいや小さめの島は買われへんけどいや、すいません、ちょっといきなりインタビューさせてもらって、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ちょっと最後に、うん、まあ、もうほんまにここは心からおすすめっていうお店をちょっとご紹介いただけたら、うん、もう一軒、もう一軒、ちょっともう一軒か、もう一軒か、もう一軒だけです、あー、まあ、うん、まあ普通に、はい、なんかそういう予約取られへん店じゃなくていいっすよね、あ、全然ないです、それ予約取れない店は紹介してもしょうがないと思って、うん、なんで、まあ、よく行って
ってるお店は和食の、はい、僕は日本酒広し台っていうところに福島にあるんですけど、はいはい、まあ、よく言って、まあ、アラカルトで和食頼めて、はい、まあ、肉もあるし、あの、はい、まあ、ちょっとあの大ちゃんちょっとパスタ食べたいねんけどみたいな感じで今日あれでやりますかみたいな今日あのめっちゃええサーモンあるみたいな、なんかとかね、なんか そういう感じの今の僕の気分を、はいはい、もうこれ食べたら次これ食べたいでしょみたいな、はい、みたいなのをすごくやってくれる感じで、なんですごい居心地よく、うんうん、結構にぎわってるんですけど、カウンターで、カウンターだけなんですけど、それでもまあなんかもうみんな常連さんでわちゃわちゃやりながら、なんか料理もめっちゃ美味しいみたいな感じです、ね、ありがとうございました、うん、超いいよね、もうここもういいですか、僕のサードプレイスなんでありがたいですね、チラッと酔って、はい、引き締めてから飲みに行くみたいな、はい、それでも理想ですよね、そうそう、結構僕飲みに行く前とかに来るんですよね、はい、おー、うんうん、あの完全個室じゃないですか、うん、誰とも会わないし、はい、もうそうそう、で自分でね音楽かけてプライベートな、うん、あれもね空間楽しめるじゃないですか、うん、はい、なんで大好きなんですよ、じゃあこれからもう、サードからもセカンドぐらいに上げていただいて、はい、よろしくお願いします、すいませんお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、え、どこについてくるの、あ、脱いだ方がいい、はい、脱ごうか、はい、すいません、お楽しみに、ありがとうございます、ありがとうございます、この度僕がスタッフをしているメンテの新店舗が梅田の茶屋町にオープンします。今回出演していただいたサウナ好きのゴーさんも満足していただけるサウナを作れて感無量です。できる男が通っているお店に通ってみたり、ルーティーンをなぞってみたり、そんな風に新たな発見を皆様にお届けできれば幸いです。ゴーさんが経営されている美容室ベロのチャンネルとメンテのご予約やお問い合わせなどに関する LINE アットも概要欄に載せているので、皆さんぜひどちらもチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。